安田善五郎6月26日から1963年1月10日は日本の実業家。安田銀行頭取、京浜電気鉄道社長、安田生命保険社長、大垣共立銀行頭取、四国銀行頭取、肥後銀行頭取等を歴任した。安田善次郎の三男。幼名は三郎彦。福島県立朝霞中学校17期出身。後年、朝霞中学校から東京に進学した学生のため、父、善次郎の言葉、積善の家に、必ず余計ありから取った、積善料を牛込に開設し、学費の援助も行った。1919年安田銀行頭取に就任。1921年京浜電気鉄道社長。同年に、安田善次郎が死去すると、辞任した安田善四郎。安田義恵、安田善助の後を受け、安田義雄、安田善兵衛と共に保全社の理事に就任。恩和な兄二代目、安田善次郎と対照的に攻撃的な性格で、安田同族の中で大きな発言力を持ち、結城豊太郎専務理事と対立した。1923年の関東大震災時には、弟の安田義雄一家と共に住んでいた本宿。本所横網の安田屋本邸で火災に遭い、一時は死を覚悟したが、たまたま見つけた船で難を逃れた。1926年安田生命保険社長。1935年大垣共立銀行頭取、四国銀行頭取。1936年安田信託社長、帝国製朝社長。同年からは安田一保全社総長の後見役も務めた。1938年肥後銀行頭取。1942年尼崎執行取締役。太平洋戦争が始まると、1942年に安田保全社に常勤理事制を新設し、安田楠木武氏、安田彦次郎を常勤理事に就任させ、また自身も森博蔵と共に顧問に就任した。ありがとうございます。